モテたい。モテたいが挨拶って結構大変なことになっちゃってると思うんですけど。今日はね、今日ちょっと思ったことがあって、大学に入ってからかじゃないかな。まあ今まで結構あったことなんですけど、女子と初めて、その初対面の女子と初めて話すじゃないですか。で、なぜか2回目会った時なんか他人に戻ってるっていうことが結構ありまして、だから話したことある女子の大半がもう俺を避けてるんですね。これは結構ガチで大問題だと思ってて、僕と話した記憶がその人から消えるぐらい、クソ興味持たれてないっていう可能性があるのと、ただ単に俺とコミュニケーション取るとちょっとなんかうざい、嫌なことがあるから、もうこいつとは話さないようにしようと思って避けられてるのか、その可能性が高い。で、三つ目は、俺と話すと緊張しちゃうから、なんか緊張しちゃって、あんまなんか目合わせられないみたいな。二回目会った時ちょっと緊張しすぎて、もう、なんかドキドキしちゃって逃げちゃうみたいな。うん、ありますよね。そういう恋の反応ですね。だからその三つの可能性があるんですね。で、一の可能性、これ大。二の可能性、もっと大。三の可能性、大。いや、三の可能性大ではないか。あ、三っていうのは、なんだっけ？三っていうのは俺のこと、一回話したら俺のこと好きになっちゃって、ちょっとドキドキしちゃうから避けてるみたいな。そう、そういうことです。1と2の場合、これは改善しなければならない。だって今、どんなことがあったかというと、この前大学で、結構前ね、もう。結構前の話なんだけど、結構前ってどんぐらいかというと、1年半ぐらい前の夏。1年半前の夏。1年半前って冬か。まあそれはどうでもいいとして、そんぐらい前の頃の夏に、初めて話したとある女子がいたんですね。その女子、と、初めて話して結構ちゃんと話したんですよ。あの〇〇の教科どうだったみたいな感じで普通に話したんですね。で、いや俺無理だから、そんなで、俺頭悪いからできるわけねえやみたいな感じで普通に話したんですよ。普通ですよ。で、その日は初めて会ったんですけど、お別れしてバイバイっつって、で、その約1、2週間後ぐらいにすれ違ったんですね、その子と。で、目合ったんですよ。で、俺は、おってちょっと言おうとして、ちょっと手上げかけたんです。手上げかけて、で、向こうも目合ってるから、あ、挨拶来るかなみたいなことを、もう予測してたんですよ。そしたら、目合ったんだけど、俺が挨拶しようかなって、ちょっと、まあ俺もちょっとコミュ障だから挨拶するのはちょっと、俺もちょっと緊張しちゃったんだけど、緊張じゃない。緊張ってキモいぞ。緊張じゃなくて、ちょっとためらった部分もあったんだけど、俺挨拶しようと思って目合った。で、向こう、反らしたわけ、目を。いや、この時点でもうおかしい。こういうことがね、一番印象に残ってんのがその子。で、こういうことが結構ある気がする。今まで話した女子の中で。で、フレンドリーな人は、向こうからも目合ったらもう、普通に話すんだけど、あんまこう、これ俺の問題でもあるのかもしれない。これ俺の問題でもあるな。俺が一回話した女子、俺もちょっと避けてるかもしれないな。あ、その可能性もあるな。いや、だけど、俺は挨拶しようとした、あの子には。その子は、一回目やって、反らしたわけよ。で、反らして、行っちゃったの。え、これおかしいよね。やっぱ、記憶なくなってるよね、俺と話した記憶完璧なくなってるなって思って。一回目やってんだもん。いや、それか向こうが意識しちゃってるかな、俺のこと。それが向こうが俺のこと意識しちゃって、ちょっと緊張しちゃって、ちょっと避けちゃったのかなっていう。可能性もあるんだけど、ちょっとどれが正解か全くわかりません。で、これ俺が悪いっていうことも、俺が悪い可能性もある。でも俺も、確かに目合ってすぐに挨拶すればよかったけど、目合ってちょっとね、時間経っちゃってた気がするんだよね。もう1年半ぐらい前だから覚えてないんだけどね、ほぼ。で、今、考えると、ちゃんと初めて会った日からちゃんと継続して話してる人は、向こうがフレンドリーな人ですね。基本。うん。だから俺、フレンドリーな女子以外、普通の女子です。はい。
普通、1割フレンドリー、8割、普通の女子、1割陰キャ、ちょっと静かな子だとして、その1割のことしか僕は、話せてないということだよ。で、8割、この女子の大半を占めている人格のことは、仲良くなれない、仲良くなれてない、実際問題。大学になってから。うん。大学生になってから、普通の女子と話してないのよ、マジで。いや、やばいな、これ。うん、確かに俺もその一回話したことある女子が普通の子だった場合、ちょっとね、声かけるのためらっちゃうね。で、ためらっちゃう。なんでためらっちゃうのか。なぜためらっちゃうのか。自分の場合だと、多分どっかに経験があるのかもしれない。一回話したことある女子に無視されたっていう経験があるから、それが根付いてしまって、ちょっとなんか話しかけん。二回初対面の次、すれ違った時話しかけるのちょっとためらっちゃうのかもしれない。基本フレンドリーな女子はね、話してるんだよね。フレンドリーな女子は話せんだけど、フレンドリーな女子とは仲良くはなってるけど、普通に話してんだけど、普通の女の子は話してくんないんだよな。8割方普通の女の子だから、普通の女の子とも仲良くなれるような人間じゃないと、やっぱモテることは不可能ですね。で、向こうが避けてしまっ、向こうが俺のことを避ける原因と、俺が向こうを避けてる可能性も含めて、この二つをね、ちょっと改善していかなきゃいけないの。で、向こうがまず向こうがなぜ避けているのか。で、さっきの三つの理由の中にあるはずです。俺と話す記憶が失せてる。俺と話すとキモいから話したくない。俺のこと好きになっちゃって避けてる。で、俺がなぜ向こうに話しかけるのをちょっとためらってしまうのかっていうと、なんで俺ためらってんだろう。なんで俺も心配性なのかな。向こうが俺のことを忘れているかもしれない。向こうが俺のことをキモいと思ってるかもしれない。だから話しかけたらなんかうざいと思われるかもしれない。あー、こういう人いるよね。だから初めて会った時は話せたけど、2回目会った時は話せないみたいな。それに近いかもしれないな。いや、俺そんなキモいこと考えてんの？俺そんなキモいか？いや、俺そんなキモい、時間やべえじゃん。俺そんなキモいやつ、キモいこと考えて、俺そんなダサくねえぞ。俺そんなダセえのか？なんだなんだ？いや、わかった。なんか向こうも、ねえ、向こうもなんか避けてる感出すじゃん。だから俺も、うってなっちゃう。で、逆にフレンドリーな人と仲良くなれてくってことは、フレンドリーな人って、初めて話して、2回目会った時も、普通じゃん。すれ違った時も普通、おう、おうっす。だけど、俺はフレンドリーなんだよ、基本。フレンドリーだったらモテてるか。いや、じゃあ俺がフレンドリーと仮定しよう。俺は多分フレンドリーなんだよ。で、向こうで普通の女子は、フレンドリーじゃない、普通の女子は、俺とこうやってすれ違う時に、目合って、うってなるの、ちょっと。で、俺もそれでうってなっちゃう。だから、なんか半端な声かけるのためらっちゃうのかもしれない。フレンドリーの方には俺声かけてるよね、多分。フレンドリーの方にはね、フレンドリーの女子の方には俺多分声かけてる。ってことは俺、フレンドリーな女子としか、仲良くなれないのかもしれない。そういうことだ。うん、だって俺、フレンドリーな女子の友達は普通の子だった場合、フレンドリーな子と話すってことは、フレンドリーな女の子の友達とも、まあ話すわけじゃん。で、2回目、フレンドリーな子と会った時は、フレンドリーな子とは話せるんだけど、フレンドリーな子の友達の方とは話さないね。よく考えたら。そういうことは、じゃあ、向こうが悪いんだね。向こうが悪いっていうのはおかしいな。やっぱ、じゃあ、無理やり行けばいいか。そうしよう。次からは、フレンドリーなことは基本話せるから、俺のことを、打って避けてるような子に、次はちょっと、打って避けられても、おー、何どうしたのどうしたの何避けてんのみたいな感じで、声かけてこう、すれば仲良くなるかもしれない。俺がちょっとフレンドリー、弱フレンドリーみたいな、感じだから、弱フレンドリーじゃなくて、もう、強フレンドリーぐらいまで上げていけば、もう外人みたいなね、外人とか憧れるよね。外人ってほんとすごいと思う。外人ってすげえ、フレンドリーで、外人ってもうそういうの
相手の気持ちとか全く考えないから、相手がドローンとか悲しんでても、うぇーいハリーって感じで行くと思うんですけど、俺それできないから、その練習した方がいいのかなと思って。ちょ、他人の気持ち考えすぎかな深く。それが原因なんだね。はい、じゃあ次からは普通の女の子と仲良くな。僕はフレンドリーなことしか仲良くなれないので、今の状態だと。で、今の状態、1割のフレンドリーな女の子としか仲良くなれてないっていうのはもうモテ期が完璧に来ないので、8割の普通の女の子と仲良くなるために、今後は、一回話したら次会った時は、しっかりね、フレンドリー。ちょっとなんで目そらしたのみたいな感じで、うざいこれ。これちょっとうざいか。じゃなくて、次会った時は、おーねえ、これコミュ障ってやつか。出てこないんだよ、言葉。あ、ねえ、うん。あ、ねえ。あ、コミュ障？俺がコミュ障？あ、まあまあ、次からちょっとじゃあ、お話を準備して話しかけようか。それが一番いいか。言葉出てこないんだから仕方ないんじゃない？次からは、じゃあ、言葉準備するのもめんどくせえな。とりあえず話しかければ思いつかぶな。話が。思い浮かぶと思うので、次からはですね、普通の2回目、普通の女子と、話すとき、基本避けられてしまうので、ここは自分からちょっと声をかけてみようと思います。これちょっと勇気が必要ですね。練習です。で、ここで一回仲良くなれれば、あ、大丈夫なんだなっていう成功体験が得られて自信持てるので、そっからどんどんループが、自信のループ、こっからモテ期、女友達できるループみたいなのがどんどんできていくと思うんで。そうですね。じゃあそうしよう。うん、ちゃんと声かけよう。好きな子にしか声かけないっていうのがダメなんだよね。ちゃんと好きじゃない子、普通の友達になろうっていう気持ちで、友達になろう、普通のもう異性として見ない。異性として見ないなのかしいけど、異性の友達として、ちゃんと仲良くなるために声かけよう。そうしよう。よし、解決した。ありがとうございました。